どうも、推しは猪之助笠門です。よろしくお願いします。今年の目標はチャンネル登録者数年内5000人目指しておりますので、もしよろしければ高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。さあ、今回見ていくのは、アニプレックスの公式 YouTube チャンネルから、アニメ、鬼滅の刃、プロモーションリール2024が出ているので、それを見ていきたいと思います。何?全くわかんない。なんか突然出てきてたから、おお、なんか見とこうと思って。見ます。じゃあ、よろしくお願いします。刀鍛冶の里編が終わってから何もなかったからね。まあだから予想としてはあれだったじゃん。その後に、なんか劇場版でやんのか、またテレビアニメでやんのかみたいな、あれだったけど、なんか名前があれなんでしょう。柱、稽古編だっけ?だからそれを劇場版でやるのか、テレビアニメでやるのか、みたいな、あれだけどね。どうなんだろう。まあ、それ見たらわかんじゃない。4分7秒だってよ。じゃあ、公式 YouTube の方から見ていきます。はい。それでは、再生していきます。3、2、1、スタート。プロモーションリー2020。増えたなぁ。2019、2020から2021、2022、2023。2024、来年?柱がいっぱいいるね。新編開幕。かっこよ。鬼滅の刃柱稽古編。元音柱。そうだよな、元だよな。こつ柱、両柱、三つ柱。第1話1時間スペシャル。全国フジテレビ系にて。2024年、春。放送開始、マジか。早くねえか、ペース。大丈夫か。またあれか、全世界なんとかかんとかじゃない?春か。おお、すげえな。ベルリン。ワールドツアー。まあ、また、特別上映。刀鍛冶の里編。第11話、特別上映。かっけ、柱稽古編。奇跡の絆、そして柱稽古へ。上映規模はさらに拡大。国内上映427巻。世界104。化け物だ。140以上。すげえな。キービジュアル公開。かっけえ。
2024年2月2日より全世界へ 4K アップコンボ IMAX 同時公開。先行上映って言われるか、うん、プロモーションで2024年もよろしくお願いいたします。春でしょ。で、2月2日がそのさっきのあれね、だけど、ね、刀鍛冶の11話と、なんだ、柱稽古の第1話を一緒にやんのかなっていうことなんじゃない？わかんないけど。いや、でも特別上映でこれしか書いてないから、多分第11話だけなのかな。ちょっと待ってよ。Dアニメストアで確認をしましょう。鬼滅の刀鍛冶の里編って第11話で終わったっけ？ちょっと待ってよ。刀鍛冶の里編。あ、11話最終回か。が、ああ、これ、そうか。第11話自体が51分59秒ってなってるから。これを劇場版でするっていうことが。で、多分もしかしたら、それに柱稽古の多分頭の方だけちょっと一緒にやるとか、そういう感じなんじゃないのかな。かっこよくね、キービジュアル。すげえ、これ。かっこよすぎじゃん。まあ、でも、鬼滅に関しては、この2月2日からね、映画館であるけど、俺は映画館では映画館で見てもいいか。なんかちょっと待っと。もしなんかこの2月2日以降に、映画館行く人いたら、この動画のコメント欄に書いて、柱稽古編の第1話があるかないか、それで行くかどうか決めるわ。映画館で見たいしな、あれ。めちゃくちゃかっこよかったじゃん、だって。ああ、映画館で泣くんだろうな、どうせ。わかりきってることなんだけど。おもろそうやん。見たいね。ま、で、できればのあれだからね。柱稽古編の第1話は、どうなんだろうな。やんのかな。でもなんかこれを見る限りは、多分、刀鍛冶の11話よね。最終回を、だけ、のはずない。だからもし、そこに、なんかまあちょっと、とぐらいだったら別にいいか。とりあえず行った人は教えてください。それで映画館行くかどうか判断しよう。4月からか。うわ、違う、4月のカレンダーがねえな。いつすんだろうな。春アニメに鬼滅が追加ですよ。はぁ、春アニメも見たいやつはね、今2個ぐらい決まってっからさ、現時点ではね、どうしましょうかね。まあまた春は春で見たいやつはあげるし、鬼滅は見るし、そんな感じやね。まあなんかいろいろ思い出してから、まあ4月からの柱稽古編を
見たい気持ちもあるから、まあ映画館でも見たいなぐらいの気持ちではあるけど、もしね、もし柱稽古編の第1話がちょろっと入ってるんだったら、それを教えてくれ。多分第1話まるまるはやんないと思うけど、なんかこう合体したからなんかやる可能性をちょっと危惧しているっていうだけであるから。で、あとなんか公式ホームページとかなんか見たらね、なんかいろいろちょっと出そうだから、俺は見れないから。教えてくれ。他力本願で俺はこのチャンネルをやっているんだ。頼む。よろしくお願いします。おい、10分も経っちゃった。終わり。それじゃあまた、多分、2月だか、3月の末だか。もっと言うんだったら、鬼滅の第1話で。また、柱稽古編の第1話でお会いしましょう。終わり。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。概要欄の方リンク貼っておりますので、そちらのチェックもぜひ。ということで、アニプレックスの公式 YouTube チャンネルからアニメ鬼滅の刃プロモーションリール2024を見た動画でした。ありがとうございました。